あ、もともとか。やかましいわ。はい、綺麗なお姉さんは好きですか。チョコチップ大事です。今日は神奈川県のセラにあるタカフィールドへやってまいりました。セラじゃない、セアだそうです。セアにあるタカフィールドへ、取材やってきまいりました。はい、で今日もですね、特別ゲストこの方が来てます。どうもこんにちは、テーピング、いやっ、キルモツです。はい、今日はですね、原口選手の、取材にやってまいりました。じゃあ実際にですね、インタビューしながら一緒に練習参加して、やってみたいと思います。はい、では早速行きましょう。おっす、おっす、入ってまいりました、フィールドの中です。じゃあ早速ですけど、本日はですねビーチサッカーを体験ということで、一緒に練習してくださるビーチサッカー選手をご紹介します。キロテープの契約選手、原口翔太郎選手です。お願いします。原口です。原口翔太郎選手はですね、元日本代表で、今東京レキオスビーチサッカーチームに所属しております。今日は練習体験させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。上げて、そうです、コップパッて言います。やっぱり浮かすことが多い。そうですね、やっぱり下はもうイレギュラーしちゃうので。意外に難しいです。すげー、おー、広場チェンジします。きたー、ガー、チョコチップいきます。きたきた、いやー、惜しい。キロマツとチョコチップが原口選手のシュートを止めてみるみたい。原口選手のシュートを受けてもいただいております。まあ、充実さの恐ろしさを教えていただきます。よいしょ、止めるねー。見たことない、嘘。いやー、面白いわ。これで取ります。はー、ボール破裂するかもしれないですけど、いいですか。もちろん。はい、逆に聞きてえけど、原口選手の方が怪我すんじゃん。おお。いいとこ蹴ってる。一番リアクション取りやすい。じゃあ今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。実際僕ら、ビサカー体験しましたけど、はい、どうですか、キルマツさん。いや、めちゃめちゃ速かったっす。でオーバーヘッドはでもちょっと僕いけ、どうでした。いや、もう完璧でした。生きて帰ります。面白い。おい、ギリ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 、いやー、美味しい、うまい。すげえ。そうですか、ありがとうございます。次の代表にそろそろ声かかるかもしれない。ありがとうございます。何代表ですか。この種目ではないことは間違いないと思うんですけど。間違いないです。はい、僕も今日実際体験してみてですね、もう本当に世界の高さを知ったというか、僕もまだまだなと思って、これからちょっと頑張りたいなと思ってます。はい、じゃあ最後に、はいはい、今後の展望を、はい、そうですね、また日本代表に返り咲いて世界で活躍して、もっと下の子からビーチサッカーの魅力を伝えれるように頑張りたいと思います。原口選手はSNS も結構このビーチ のビーチサッカーの投稿すごく多く、ね、されてまして、僕好きなのはオーバーヘッド特集。多分日本で一番ビーチサッカーのオーバーヘッドの種類思ってる選手だと思うんで、Facebook 等で動画出してますんで、はい、あれぜひ面白いと思います。ぜひ SNS、 原口選手の SNS 注目していただいて、フォローしていただいて、今後の活躍に注目していただければと思いますんで、よろしくお願いします。します。おー。パンクした、パンクした、何ですかね。でも普通に帰ってこれって感じですか。いや、でも高速だったよ。マジで死んでたから。
大きい処置をしておきました。どうした？命若干見えてない。